落書き、落書き、落書き、落書とは、以下のようなものである。この行為、またはそれによって書かれたものは、多くの場合において、第三者にしてみれば意味のないものであるが、古いものでは、民族学などにおいて、当時の風俗、文化を知る上で大きな手がかりとなるケースも見られる。ノートの墨や、本の端などに書き散らされるものでは、半ば無意識に書かれる場合もあるが、 他人に見せようとして書かれるものでは、意識的に初期される。ただ客観的に価値がないとみなされた著作物も,も、このように形容されるなど、この概念が指す対象は広範囲に及び、商業価値の重視されない、同人活動では、事情を含めて、自らの著作物を落書きと称する場合も見られる。とはいえ、それら同人活動の成果物も,も金を払って、購入するものも、 ある以上、無価値であるとは一概に言えない。中には、その記述内容が様々な意味で価値を持ちうる落書きも存在する。画期参照。語源としては、古くは、落書、落書、落書、とし書きと呼ばれる、特定の誰かを揶揄したり風刺する意図で、対象人物の家の門や壁に貼られた、またはわざと目につく場所に落とされた、匿名文章の式が存在したが、 おそらくこれが今言うところの落書きになったとみられる。なお現在にも伝わっている落書きには、県務の申請における混乱を風刺した二条河原の落書きが知られている。なおとに書き記されたものでは、古典において釣れ釣れ草に代表される釣れ釣れ文と呼ばれる様式がある。紙が貴重品である時代には、とに書き記す行為でも、書く内容は、それなりに厳選されたことであろう。 ただし、つれずれ草は、ある程度意識して描かれた随筆である。他方、戯れに描かれる絵では、やはり古く長寿ギ画に代表される、滑稽なものが残されているが、現代でも絵によって、滑稽さを表現する落書きの様式もあり、わいせつにも滑稽なものなら、風刺を交えて滑稽なものまで、様々な様式が存在している。また建物の壁や柱、 床などに直接描かれる落書きもある。雪舟が涙で描いたネズミの逸話は広く知られているが、例えば、講述するようなカンボジアのアンコールワットの壁面に刻まれた放射の人名など、歴史的建造物の中には、当時の、または、後世の人々の落書きだったものが見られ、興味深い事実が明らかになるケースもある。ドイツハイデルベルクの学生牢では収容された。 学生による落書きが多数残されている。日本には古くからヘノヘノモヘジやヘマムシ入道、またはヘマムシを入道等の文字遊びとしての伝統的落書きが存在し、今でもこれをほとんど無意識に描く人も見られる。ヘマムシ入道に関しては、工事園の動向に図が見られる。落書きは人の起こす無意、無作為な行動であるため、時に とんでもない分野にも現れる。ハイテク分野もその例に漏れず、コンピュータプログラムのソースコードには、古くよりコメント行と呼ばれる実際の動作には関係しない文字列があり、これらはプログラムソースを直接的に見ないことには発見されないメッセージである。これらコメント行は本来プログラムに対する注釈であるが、ここにプログラム本体とは無関係な落書きがなされることもある。 このような落書きは時折、コンピュータプログラムに仕込まれており、プログラマーの作業メモから、単なるジョーク、果ては、職場の鬱憤に至るまで、様々なことが書き散らされていたりするケースも出せる。バイナリーエディタで、ファミリーコンピュータのロムカセットに格納されていたデータを、調べたところ、延々と職場の愚痴が書き込まれていた、ゲームソフト、エリカとサトルの夢冒険やみだりな文言が、 キャラクターデータとして格納されていたもの、元祖最有機スーパーモンキー大冒険が発見されたなどという話も出ている。またそれ以外にも、イースターエッグのようにプログラムそのものをジョークとして仕込むことも行われる。その一方で、ソフトウェアのみならず、ハードウェアにまで落書きが見出されることもある。集積回路はその内部回路を写真のように観光による科学的処理で作成しているが、 この原版に落書きすることで、回路内に落書きできることが知られている。このような微細な落書きは、顕微鏡でしか見ることはできないが、米国のマイケル・デビッドソンはこれを収集、自身のサイトで紹介している。現代社会にあって、モラル低下から文化財などへの落書きによる、汚損、破壊が懸念されるが、その一方で、歴史的に興味深い落書きがあるのも事実である。 いかにその例を挙げる。ベスビオの噴火により埋没したポンペイでは古代の街並みをそのままの姿で見ることができる。こうして現代に残った古代の建物の壁面には多数の落書きが残されており、古代ローマ時代にはどの街にも同様の落書きが見られたと考えられている。落書きの中には公職立候補者の選挙の際に書く建物に対処された推薦や 希望の落書きや、検討指示愛の告知があり、こうしたものは、専門の業者の手によって書かれたと考えられている。他方で、酒場のザレ事や、恋人同士の伝言など一般人の手によると思われる落書きも多く、ここから、当時の庶民階層の識字率の高さを指摘する意見もある。アンコールワット遺跡には、歓迎9年、1632年に同地を、 訪れた江戸初期の武士、比前松浦藩士の森本右宙太夫が筆と墨で残した落書きが見られる。当時、日本の商人や浪人たちが多数東南アジアに住んでおり、こうした人々によって、アンコールワットは、祇園少女の跡地であるという、誤った情報が日本に伝わり、多くの人々が海を渡り、祈りのために訪れた。アンコールワットは、 この落書きが書かれた後に一旦忘れ去られ、1860年にフランス人学者のアンリー・ムーオにより再発見された。父母の母体のため、数千里の会場を渡り、と記された森本ウコン太夫の記念の落書きのほか、十数箇所の日本人の落書きが1960年代までは残っていた。一度、ポルポト派の手によってペンキで塗りつぶされていたが、現在では、 森本ウコン太夫の落書きは、ペンキの風化によって、再び、部分的ではあるが読めるようになっているという。2003年11月21日には、ウコン太夫の15代目の子孫がこれに対面を果たした。グアテマラのマヤイセキティカルの建物からは、草吹き屋根の神殿や腰に乗った貴族などを描いた落書きが発見され、当時の社会や、 生活の様子を描いた興味深いものとして知られている。英国のロンドン等は建築の約1080から1100年代以降その長い歴史の中でテムズ川の防御を担うとともに、英国王の居城としても、その一部は、牢獄、身分が高い人では、使用人を置くことも許される、それなりに恵まれたものではあったがとしても利用されていた。 このため随所に関係者や収容されていた者の,の落書き、石や漆喰に掘り込んだものが残されている。その中には、当時の権力闘争に敗れた著名人、権力者の落書きとするにも、あまりに緻密なメッセージが見られる。広島県広島市の広島市立、袋町小学校は被爆建造物として、校舎の保護活動が行われていたが、老朽化により2000年8月7日より、 解体作業が行われた。この際に黒板の下などから当時の避難した人の消息を伝える数多くの被爆伝言が発見されている。現在では切り取られた壁面などが平和教育用の資料として保存・公開されている。また震災等の大規模災害では通信網の分断や情報の混乱が発生し、家族と離れ離れになる人も出てくる。 阪神・淡路大震災では、行方不明者や尋ね人の情報が、避難所として利用されていた、学校施設壁に掲示、または書き記された。現在では、当時の資料として、写真の形でその多くが記録されている。1961年から、東ドイツ政府は、東西ベルリンを遮断し、有志鉄線を、後に石壁を、西ベルリンを囲むように張り巡らせ、 1975年にはコンクリートの 155km に及ぶ壁が完成した。東側からは幅 100m の無人地帯のため立ち入ることができなかったが、西側からは接近することができたため、壁の建設をなじり撤去を求める政治的な落書きが出現するようになった。やがて様々なメッセージや色鮮やかなストリートアートが西側の壁を彩ることになった。 氷山八幡神社の本殿解体修理時に木材に木片が打ち付けられているのが発見された。そこには、A62 年1559年8月11日の日付とともに、その時座す貨大きなこ手てをチャリて一度も焼酎を、不加工、下されず騒を何度も迷惑なことかな。今回の施主は大変ケチで一度も焼酎を振る舞ってくれなかった。なんともひどい話だ。 と書かれており、施主に対する愚痴を綴っただけの落書きであるが、小中の語を使用した最も古い文献とされている。落書きがされている板は、頭抜きと呼ばれる水平材であり、打ち付けられている状態では見えないようになっていた。現代では、グラフィティなどのような美術様式化したものや行為自体が何等かのファッションスタイル化したものがある一方、 便所の落書きに代表される雑多なものも見られる。ただ公共施設や他人の家屋、店舗などに勝手にこれらを書き入れる行為は、器物損壊の範疇で扱われるため、決して褒められた行為ではなく、特に第三者を不快にさせる乱雑なものは、落書きという様式の暴力、バンダリズムであるとみなされる場合もある。特に他人を誹謗、中傷する意図で、 攻撃的な文言を書き残した場合は、脅迫の範疇によって扱われる。和歌山独物カレー事件では、容疑者として逮捕された、夫婦宅が不特定多数によって落書きされ、損されたが、これは刑法に言うところの器物損壊として、劣気とした犯罪行為であるとともに、道徳的に見ても公共領族を損なう行為である。その一方で近年では、 インターネットの普及によって、電子掲示板や個人、団体のウェブサイト上にも、様々な落書きが見られる。これらは他人を不快にさせない範疇においてはさほど、問題視されないが、内容によっては、嵐の素振りを受けたり、特定個人、団体に対する抽象と受け取られる場合もある。意図して、そのようなものを公開するのは、論外と言えるが、 他方では意図せずそうなってしまうケースもあるため、注意が必要であるとともに、ネチケットなどによって、または掲示板管理者などにより、一定のガイドラインが示されている場合も見られる。歴史的建造物に来訪者が落書きを残すケースは、多く、1980年代から1990年代には、日本人観光客らが訪れた国の文化財とされる。 歴史的建造物を汚損したとして逮捕される事例もたびたび出て問題視された。万里の頂上では観光客らによる落書き、掘り込んだものなどにより風化が進むことが懸念されている。日本の奈良の大仏殿など一般公開されている神社仏閣の汚損もひどく、大阪城でもハングルの落書きが問題視されている。口述のドイツハイデルベルクの学生牢や ハイデルベルク城でも本来の落書きのほか、観光客がドイツ語のほか、英語、日本語、中国語、韓国語など様々な言語による落書きを行っている。2003年に日本人の青年がイースター島のモアイにサインを掘り込んで国立遺産法違反で逮捕されている。2016年に神奈川大学の学生2名がケルン大聖堂に落書きし、それをツイッターで公開。 神奈川大学は、ケルン大聖堂に謝罪している。また天然記念物や、自然の景観を汚染する落書きをするケースでは、それら傷つけられた動植物の生命を脅かす、事態まで発生しているとされる。1989年に、スクープをもくろんだ朝日新聞社カメラマンによって、サンゴが傷つけられ、朝日新聞ンゴ基地月増事件の校も、 参照されたし、大きな社会問題とされたが、同時に、産後落書き問題が方々で発生していることも、クローズアップされた。学校を含む公共の場としての便所には、落書きが書かれている場合が多い。そこには具にもつかない打文から、個人情報とおぼしき、文字列まで様々な情報が書かれているが、稀に秀逸なジョークや、非常に興味深い傾向も見られる。馬上、陳情、 市場の三つを文章を練りやすい場所という意味で、三上というように、便所を使用している最中は、様々な施策が工作しやすい。それの発露が、便所の落書きといえる。多種多様な人間の利用する駅や高速道路、サービスエリアの公衆便所では、多様な落書きが見出される。特に、日本では1990年代以降、携帯電話番号の落書きが増える傾向が顕著だが、 これは、本人の番号ではなく、他人の番号を書き散らして、個人攻撃を実現する目的と推測される。公園に併設された衛生状態のかんばしくない公衆便所では、暴走族の叫びにも似た、自己主張的なマーキング、同性愛者向けの交流に向けたメッセージも見られる。いずれにしても、第三者にとっては無価値な情報であるものが多く、 有益な情報が残されていることは稀である。またそれら雑情報に渦漏れる格好で他の情報までその価値を失うという現象も見られる。ノイズの項を参照。いかに国によって地域性の見られる落書き事例とその対応について述べる。イギリス・ロンドンには縦横無尽に地下鉄が走っているがその窓への落書きが見られ問題とされている。 これらはダイヤモンドの指輪などによって付けられたもので、ガラス面を直接傷つけるために強度低下が心配され、地下鉄の管理側は罰金を課して取り締まってはいるが、完全には防ぎ切れていない。なおこういった傷は、ガラス切りでガラスを切削するのと同様であり、クラッカープレートと同じ原理により、最終的には割れる可能性を含んでいて、大変危険な行為である。 アメリカでは1970年代より都市部の落書きが犯罪や失業の増加と相まって深刻な社会問題と化した。一方これらはエアロゾール、グラフィティと呼ばれるヒップホップ文化の重要な要素あり、多くのグラフィティや出身の画家やイラストレーターを輩出したストリートアートを参照、またニューヨークのグラフィティシーンを追った2002年の映画、 ホーム・ザ・システムも古文化に関して詳しい。しかし、その他ギャングの縄張りを示す走り書き、タギングのような悪質なものも相当見られた。1990年代以降各都市の施策により、頻繁に消去されるようになった。ニューヨークのクイーンズ区にあった建物、ファイブ・ポインツ、ゴ・ポインツは、不動産所有者が、落書きアートの表現場所として、グラフィティアーティストたちに20年間にわたり、 提供してきてを国際的にも名所として有名であったが2013年に再開発計画に伴い落書きを塗りつぶし2014年には建物そのものを取り壊したとしたことに対し破壊前に作品保存の機会を与えるべきであったとして21人のアーティストたちが資格芸術家権利法払い班として損害賠償請求の訴訟を起こし 二千十八年にニューヨークの連邦地裁は創出した四十五の落書き、各作品に対し、法定損害賠償上限となる十五万ドル、約一六百万円計七億円を超える賠償額を認める判決を出している。なお、米国には、キルロイ参上、キルロイはずひや、キルロイはここに来た友と呼ばれる伝統的落書きの様式があり、第二次世界大戦当時には、 アメリカの方々に存在し、一説によれば、朝鮮戦争からイラク戦争に至るまで、米軍が軍事活動した地域には、しばしばこういった落書きが残されたという。多くの歴史的事件の舞台となり、文化財も多く残っている、世界的な観光地であるイタリアだが、歴史的建造物への落書きは多い。落書きの大半は、イタリア人によるものであり。 言語別ではイタリア語や英語、スペイン語が大部分を占める。イタリア人は落書きに対して寛容であり、常述の通り、イタリア語の落書きは多い。2008年6月に、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂への、京都産業大学や岐阜市立女子短期大学の学生、教育者であるべき、常磐大学高等学校野球部監督による落書きが、 新聞やニュースで相次いで取り上げられ、関係者が定額等の処分を受けたことについては、行き過ぎた処分であり、イタリアではあり得ないと地元紙が報道した。もっとも立場が変われば、意見は変わるもので、サンタマリアデルフヨーレ大制度の技術責任者、ビアンキーニが、日本の出来事は、落書きが合法と思っている、イタリア人には、いい教訓だと述べたように、 イタリア人の意識に釘を刺す意見もある。観光産業に力を入れるシンガポールでは、落書きは、都市の景観を汚損する重大な犯罪とみなされている。鉛筆やクレヨン等による消すことが、比較的簡単なものは初版に限り注意に止められるが、ペンキや油性ペン等による落としがたいもので落書きした場合は、無知打ち刑が、課せられる。1993年に、 アメリカ人の18歳男性が他人の自動車にスプレーペンキで落書きをして逮捕された。シンガポール政府は当時の合衆国大統領ビル・クリントンによる単願書を退け、無知打ち4回の刑罰を執行して国際的にも大きく取り上げられた。2010年にスイス人の32歳男性が夜中に一人のイギリス人と共にチャンギ車両基地に忍び込み2台の車両に スプレー落書きをした。一週間後、スイス人は逮捕されて5ヶ月の懲役と、無ち打ち3回判決された。他のイギリス人の共犯はまだ逮捕されず、香港にいると考えられている。日本では、地方町村の商店街の中にシャッター通り化するところも発生。これら無味乾燥な店舗のシャッターを装飾する、商店街や市民有志による活動が見られる。 その一方で1980年代には暴走族による難読漢字の羅列が1990年代より米国のヒップホップカルチャーに憧れを持つ青少年層がタギングによる縄張り宣言行為を行うことから社会問題として土新聞に取り上げられておりこれらも市民有志による除去活動も見られる大阪ではヨカと呼ばれるマークが東京では スプレゴという第三者には意味不明な汚損行為が続いており、これらを真似て書くことのファッション化傾向が見られる。汚損する側は一瞬でもあることから、これら落書きは確実に消す側を含めた市民感情を害している。日本の法令では文化財保護法違反、建造物損壊罪、器物損壊罪、軽犯罪法違反、落書き防止条例違反などに問われる。また、 別途、所有者や管理者から修復費などを含む賠償金を請求される。2018年に茨城県取手市で器物損壊容疑で摘発されたものの例では、時短のために457万円を同市に支払った。落書きは都市の景観を損なうことから、各国で多くの市民は迷惑行為と考えており、器物損壊、不動産に対する侵害。 バンダリズムの一環として捉える向きもいる。また、落書きと若年犯罪の密接な関係を強調し、犯罪抑止の観点から割れ窓理論等の犯罪抑止理論が盛んに論じられるようになり、都市部の落書きも地域の治安を悪化させる要因とみなされ、厳重に取り締まられている。1990年代以降落書きに対する規制や消去の努力が 各国の地方政府やボランティアの手で始まっている。ニューヨークのルドルフ・ジュリアーニ市長、当時は、ワルマドリロンの立場からかねてから落ち木に反対し、悪名高い地下鉄の落書きを消し去った。1995年には落書きと戦う、アンチグラフィティタスクフォースを結成し、過去最大級の落書き反対キャンペーンを開始した。また、同年、18歳以下の青少年にエアロゾール、 スプレーを売ることを禁止したニューヨーク市条例を施行させた。イタリアのサンタマリアデルフヨーレ大制度ではバーチャルに落書きするアプリを搭載したタブレット端末が設置されている。一方、ヨーロッパやアメリカ、近年では日本でも特定の壁面をストリートアーティストやグラフィティアーティストのために開放し自由に描いてもらおうというリーガルグラフィティ。 合法的な落書きのための壁面を用意する特別地方公共団体や建物所有者が現れるようになった。アーティストには見回りの目を気にしない発表の場を存分に提供し同時に非合法な落書きを減らし都市の装飾や観光にも使おうとのアイデアである。これには歓迎する立場と非合法の落書きを減らすことにはならないと歓迎しない立場がある。 東京都渋谷区では2000年代からナイキと関係のある NPO 法人などによって落書きが目立つ公共の壁面などにリーガルグラフィティの設置が提案され渋谷区周辺の公的施設の限定された場所で一部認可されたしかし壁の側面等に描かれたものが合法会か中かの認識が定着せずリーガルグラフィティを目にした国内外の 往来者が渋谷区では落書きが許容されていると曲解し、自ら選定した場所へ落書きを行うなどのケースがあり、2018年現在の同区では意図に反して非合法な場所への落書きが増加したとも指摘される。落書き消去などの活動はボランティアを含む地元の団体や NPO 法人等の協力を得て推進されているが、現状回復と防止政策などの費用については、 公費や建造物所有者など地域住民の資金負担されている。ある程度自発性が育ってきた幼児は、その程度にも個人差があるが、筆記具と紙さえ与えておけば、落書き、もう少し丁寧に、お絵かきと呼ぶ場合もあるに熱中する傾向が見られる。ことによると、京に乗って壁や床などにまで落書きしてしまうことも、珍しいことではない。これら幼児の落書きは、 共通していくつかの段階を経ていく傾向が見られ、幼児自身の発育過程を把握する上で、興味深い資料となる。また情緒的な水準内し機嫌のようなものや、性格にもよって描かれる絵にも傾向が発生する。1から2歳程度の初期の段階では、子供は何かを描くという行為そのものに関心を抱く。もっぱら紙の上に筆記具、クレヨンや鉛筆などに、 腕の左右の往復という形で緩い子を描く線をひたすら書。しまいには髪が破れるまで線を幾重にも重ねて描く。線をひたすら描く時期が過ぎると幼児は円を描き始める。最初のうちこそぐるぐると何十にも重なったいびつな円を描く。3歳頃までにはいくつかの簡単な図形を描くことができるようになる。これらの段階では 描くという行為そのものを通して表現する傾向にあり、例えば自動車に乗った体験では何本もの線を重ねて描いて、早く移動したことを示そうとし、新幹線に乗ったらさらに多くの線を重ねて、スピードの激しさを示そうとするのである。したがって、描かれた絵そのものには何ら意味はなく、描く過程を観察するか当人が説明しなければ、それが何を描いたのかは他人にはわからない。 これは落書きされた絵、映像そのものには意味がない筆記用具を使った遊びの一種である。しかし次第に描くという行為と表現する欲求を結びつけ始め、これら縁はやがて人の顔や物の輪郭として利用されるようになる。多くの場合に最初のものは身近な人間である母親の顔などとする縁に目、美、口を表す線や丸を書き込んだものを描くケースが多い。 進歩すると母親と父親、祖父母といった書き分けを始めるようになる。ただし最初期の人物画を描き始める3歳後半、頃までは俗に統足人と表現される、頭に直接手足が生えた M&M 図のイメージキャラクターのような感じのものを人間として描く傾向にあり、これは子供が認識する人間、人のイメージが顔と手足に集約されているものと解される。 しかし次第に人間としてのディティールに胴体や首などの他の部位があることを意識するようにって大人の認識する人間の姿により近くなっていくこの段階に至ると急速に認識力が進歩し両親の顔の違い近所の人の顔の違いを明確に意識し始める様子がうかがえ四から五歳頃には絵の方も丸や四角三角を組み合わせたものへと進歩を始め 自動車や飛行機、家やきや花といった様々なものに関心を向けず系の組み合わせでそれらを表すようになる。例えば、横に平たい楕円を二つ並べて足を生やし動物に見立てたり三角形の下に四角を描いて家に見立てたりといった具合である。また最初の頃にはそういった様々な物品をカタログのように並べて描いていたものが5歳頃には 社会性の発達や行動半径の拡大により、多様な人、物、動物、植物を描くとともに、明確な思考によってに、テーマが生まれるようになる様子が見られる。この段階にもなると、正確にも精査が出てくるようになり、いわゆる男の子らしい絵や女の子らしい絵などの傾向も、発生、男児なら乗り物やヒーロー番組の登場人物など、 女児なら花やお姫様などといったような記号化されたイメージが繰り返し描かれるようになっていく。なおこういった絵の傾向には個人差があるほか、当人の実生活における経験が反映される傾向にあり、読み聞かせてもらった物語や絵本、あるいは様々な生活体験、コミュニケーションの内容などが絵に影響する。ただ、それらの影響も一枚の絵で軽々しく判断できる。 ものではない。線を引く、円を描く、絵にするという段階は、幼児の発達において見られる現象であるが、その一方で、扱いの難しい筆記用具になれるための練習にも用いられる。例えば漫画を描くためのペンは、扱いの難しい筆記用具の一つとされているが、これの扱いを習得する上で、フリーハンドで横線を引く、紙を動かさずに丸を描くといった段階があり、 これを習得することで自在に絵が描ける。これは線を描くことで適切な一定の筆圧を維持する練習となり、円を描くことで360度全方向へ筆先を滑らせることができるようになるという理由で様々な筆記用具の練習にも応用することが可能である。他方では自由に落書きさせることで、 児童の心理状態を調べる分野もあり、精神的な健康状態を落書きを描かせて測定する手法がある。この方法は失語症に陥っている大人にも適用されることもある。健康な精神状態にある児童は様々なものを描く傾向が強いが、紛争や事件に巻き込まれたり、児童虐待を受けるなど、トラウマや PTSD によって精神活動にダメージを受けている児童では、 上手に落書きをすることができない。場合によっては極端にデフォルメされた人物像を描いたり、または意味のある絵が描けなくなってしまう現象も見られる。また精神的なダメージの回復に落書きを根気よくさせることで、ストレスの原因となっている記憶を吐き出させ、治療を行う方法も存在している。これらでは、ストレスの原因を絵を分析することで周囲が把握し、 これを取り除く方向で助けていくとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。